皆さんこんにちは。今日はですね、お仕事でも使えるオフィスアイメイク、こちらの解説していきたいと思います。まず最初にね、こちらの明るいこのハイライトですね、これをね、全体、まぶた全体ですね、いつも言ってますけども、眉下までどんと入れちゃってもらって平気ですので、これを全体に入れてください。余裕がある方は下も入れちゃって平気です。はい、下も入れちゃっても平気です。でその後、はい、こちらのカッパーブラウンですね、ちょっとね、こうテラコッタなんだけども、テラコッタよりも少し赤みのある感じ、ちょっとカッパーって言ってるんですけども、こちらの色をですね、これ広く入れちゃっても平気です。はい、重たくならないです。で変にこうファッション系にもううまく転べばファッション系にもなりますけども、お仕事でも全然浮かない感じだと思いますので、こちらもぜひぜひ、はい、広めに入れてください。でいやちょっとこれ私これだとちょっとっていう方は、少しね小さめに入れるというか、二重幅ぐらいまで止めていただいたら十分いけるのかなと思っております。はい、もうこれグラデーションで入れていただく。その後ですね、はい、こちらですね、こちらのもうブラウンをですね、シャドーラインとしてしっかりと入れていただければ、はい、綺麗なアイメイクが完成するのではないかと思っております。ここから、いやいやこれじゃあちょっと私の目は弱いでという感じだと思うんですけども、そういう方、はい、その方はね、もうこの下、この下のね、ゴールドとこのハイライト、これを合わせて今度は目の下に入れていきましょう。はい、これをふわっと入れていっていただくと、またちょっと目がふっと開いていきますので、その後、はい、いつも言ってますけども、この、はい、アンダーライナーですね、アンダーライナーを白目のところにキュッと塗っていただく、まあ、まつげとまつげの間を埋める感じでも十分いけると思いますので、はい、こちらも入れてください。そしたらね、今度はペンシルライナーのブラウンですね、キワキワを攻めていただくと、はい、また目力がパチンとしてきます。この後これだけで終わってもいいんですけども、この後にリキッドをもう本当に目尻の端っこの方だけでもちょんと入れてあげると、またグラデーションになりますから、はいね、質感が変わったグラデーションになってきますので、あなたの目はめちゃくちゃ美しいと、すごくパチッとしてくるかと思います。これであなたのお仕事アイメイクも素敵です。たくさんのヘアメイクを皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。